エアクオートの仕草の例エアクオートの仕草の例エアクオートは主に欧米で会話中に使われるジェスチャーの一つある単語や節を発話するときに両方の手を顔の横でピースサインのような形を作り指を数回曲げる動作のことであるそれにより発話中の単語に印刷時中のダブルクオーテーションマークで括保された時と同じ効果をもたらす日本人の場合 アカデミズムの爆雷でしか使われない珍しいジェスチャーで、発した後に、いわゆるという意味を持たせることができるジェスチャーになる。この、いわゆるや、何というかという意味での括弧は、通常の引用を示すためのただの括弧とは区別され、印刷文で封し、皮肉、遠極表現を示すために使われる、皮肉の引用符と同等のものだと考えられている。 似たようなジェスチャーは1927年まで遡るがアメリカにおけるエアクオートの普及は1989年にスパイマガジン氏が造語したことと1990年代にコメディアンのスティーブ・マーティンがショーで多用したことがきっかけだと考えられている。ありがとうございます。